から第3球を投げた。外角際どい球ボール。第4球を投げた。インコース低めいっぱいストライク。ここは1球見ます。次は5球目投げた。ストライク決まった。投げました。結局フォアボール。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは3番新井。これが5打席目になります。一塁牽制球を切ります。セーフ。第1球を投げました。フォーク見送ってボール。これはわずかに低いか。アウトコース低め。フォーク決まってストライク。さあ3球目低め見送ってボール。投げました。ストレート見送ってボール。第5球を投げました。打った取った。セカンド送る。2塁フォースアウト。1塁はアウト。ゲッツー。これで3アウト。8回が終わって3対3。タイガース勝ち越しのチャンスを逃しました。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは栗原。今日4打席目。速球見送ってボール。さあ次の投球です。アウトコースわずかに外れてボール。ノーストライク2ボール。さあ3球目内側いっぱい決まってストライク。ワンストライク2ボール。第4球を投げました。第5球を投げた。打ちました。一塁アウト。栗原今日ここまで4打数ノーヒットです。バッターは5番前田。これが4打席目になります。速球ボール。まずはインハイ。まっすぐ決まったストライク。近め厳しいところ。投球3球目。さあ4球目スライダーボール。アウトコースインコース詰まらせた。キャッチャー手を挙げた。ファールグラウンドボールを掴みました。前田キャッチャーファールフライに倒れました。スライダーボール。まずはインコースワンボール。第2球を投げた。外角低めいっぱいストライク。ワインドワン。直球見送ってボール。ワンツー。投げました。外速球外れてボール。ワンスリー。次が5球目投げました。打った。レフトボールを掴んでアウト。スリーアウトチェンジ。最後はレフトフライに倒れました。9回の表が終わって3対3。現在同点です。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは4番金本。黄色一色のスタンドへ放り込むことができるか。セカンド取ってファーストへアウト。ワンアウトです。ここまで2安打の桂木。5番高め際どい球ボール。ノーストライクワンボール。投げました。内角フォーク外れてボール。ノーストライク2ボール。投げました。膝元変化球ストライク。次は4球目投げました。フォーク打ちました。ライトボールを掴んでアウト。2アウト。バッターは6番鳥谷。第1球を投げた。高めわずかに外れてボール。第2球を投げた。ストレート打ちました。切れました。ファウル。インサイド近い球ボール。ワンストライク2ボールです。次は4球目。インサイド判定はボール。打ちました。ライナー1、2塁間抜けた。ボールは中継。鳥谷今日初めてのヒットになりました。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。アウトの変化球ストライク。初球まずは入れてきました。一塁牽制セーフ。一球目ストライクから投げた。打った。一塁ランナー鳥谷残塁に終わりました。9回の裏が終わって3対3。延長に入ります。ここでタイムがかかります。タイ
ウィリアムス、マウンドを降りまして久保田、今日4人目のピッチャーとして登板です。ウィリアムス。ゲームは延長に入ります。この回の先頭バッターはソヨン。ここはなんとか塁に出たいところ。真ん中高め直球ストライク。第2球を投げました。直球ストライク、インローへ投げました。直球空振り三振。今日2本のヒットを放っている石原。投げました、打った、ヒットになります。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。ここでタイムです。代打は山崎。カープ選手の交代をお知らせいたします。第1球を投げました。山崎、ファーストを送り、スコアリングポジションにランナーを進めました。打順は1番に戻って天谷。さあここで得点が入りますとこの試合で大きな意味を持ちます。第1球を投げました、内角高めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。第2球を投げました、直球打った、ライナー二遊間抜けた、ボールは中継。さあこれで2アウトランナーは1塁3塁。低めわずかに外れた。第2球を投げた、速球ストライク、アウトコース低めいっぱい。投球3球目、高めボール球打った、取ってアウト、3アウトチェンジ。久保田見事ピンチを切り抜けました。横山降板、岸本今日8人目のピッチャーとして登板です。これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは関本、今日5打席目、流し打ちどうだ。関本初球打ちはファーストライナーでした。ここでタイムを取りました。バッターは代打檜山。タイガース選手の交代をお知らせいたします。第1球を投げた、スライダーボール、まずは内角。檜山背番号21球目ボールから投げた、ストレートはボールインハイへ投げた。第3球目を檜山よく選んでいます。第4球を投げた、空振り打ちました、センター前ヒット、ボールは中継。ワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。ここでタイムがかかります。藤本1塁に入りました。打順トップに帰って赤星。さあ初球直球を、まずはアウトコース、投げました、直球ストライク。第3球を投げました、遠藤際どい球ボール、一塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ。次は4球目、投げました、アウトサイド、判定はボール。さあ5球目、赤星選んでフォアボール。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。そしてバッターは平野。ストレート外れました。第2球を投げました、一塁へ送りバント成功です。ここでチャンスに期待がかかるバッター、習い投げました、インコース高めいっぱいストライク。投げました、高め、判定はボール。第3球を投げた、直球打った、前進、ランナー2人残塁です。延長10回の裏が終わって3対3同点です。久保田マウンドを降りまして渡辺、今日5人目のピッチャーとして登板です。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番アレックス、これが5打席目になります。強引に振りに行った、タイミングが合いません。あとは低め、空振り三振。右バッターボックスは4番栗原、今日5打席目、投げた、打った、掴んで2アウトになります。バッターはベテラン前田。レフト前田、ボール直球外れました、打った、一塁へ、アウト、スリーアウトです。カープ、この回クリーンアップもあっさり三者凡退。
11回の表が終了して3対3、現在同点です。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは4番金本、内角高め打った、一二塁間ライナー破っていった。金本ようやくヒットを放ちました。さあ1球目、おアウトサイドわずかに外れた。さあ次の投球です。スライダーはストライク、胸元をつきました。投げました、外際どいボール。第4球を投げました、直球外れました。第5球を投げました、インコースのボール左へ、ヒア さあこれでノーアウトランナーは1塁2塁。ここでタイムです。岸本、登板高橋、マウンドに上がりました。カープ、これで全ての投手を使い切りました。バッターは6番鳥谷、さあこのチャンスをものにできるか。第1球を投げました、カルボー投げました、ストレートを外角へ。第3球を投げました、ボー高めわずかに外れた。シュート決まってストライク、膝元をつきました。外角際どい球、ボー2エンド3から投げた、打った二遊間抜けた、ヒット、セカンド中継。さあこれでノーアウト満塁、カープバックホーム体制です。初球引っ張った、サード取りました。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。右バッターボックスは関本、お外れました。第2球を投げた、変化球ストライク、アウトローへ。ヒットになります。三塁ランナーホームへ、タイガーサヨナラ勝ち。今日のハイライトシーンをご覧ください。本日のヒーローは何と言ってもこの人、見事サヨナラ打を放った関本。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。お伝えしてまいりました試合は阪神タイガース対広島東洋カープ4対3、タイガースサヨナラ勝ちで試合を決めています。実況担当川地直樹で甲子園球場からお伝えしました。